さあ始まりました、チアナ政治のバーズドルでございます。こんばんは。さあ、こんばんは。本日はですね、はい、なんと東京吉祥寺から公開収録ということでございます。さあ、今回ですね、僕ら2人だけではなく、もちろんゲストの方に来ていただいております。そりゃそうやと、お前おっさんとメガネ2人で何してんの。大丈夫、安心してください、はい、スペシャルゲストが来ておりますね、はい、スペシャルゲストの方どうぞ。恋はするのはいけないこと。全くないわ。改めまして、はい、じゃあ、ゲストの方お願いいたします。にゃん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 、ガオガオガオ、皆さんに胸キュン魔法をかけちゃいます。イエーイ。ベテランやんか、お前。何年やってんねん、お前。7年です。7年言うたら、お前、はい、落合博満がお前三冠を取ったぐらいちゃうの。3年目にホームラン王のタイトル取って、お前その7年目に2回目ぐらいの3回。じゃあ3度目の正直ということで、スペシャルゲストお願いします。どうぞ。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ときめく乃木坂本日の皆さんでございます。よろしくお願いします。これこれ、アイドルっていうのはこれこれ。はい、おかしよ。さっきまでくすんどったからね。しましたね。よろしくお願いします。公開収録というのは、はい、どうです、お三方。私たちライブをすることが多くて、公開だとで見る側ではあんまりないので。なるほど。なんかすごい楽しみです。新鮮な感じと、はい、ということでございます ね、はい、もうお客様もびっちり入ってると。あ、すごい。皆さんを見るために、はい、だからこれってどこで告知してんのか知らないけど、うん、息子の連れとかから、お前今度の吉祥寺のやつ俺行ってええのみたいな。見に行きたいと。そんな人出んの、お前ら見に来るような人って。自分らやってな、今まで一回もそんな息子の連れ言うてきたことないもん。息子の連れいつも太鼓の達人ずっとしてるだけやん。あ、おかえりって言うてよ。かわいいかわいい。それがお前突然俺を見て、今度の吉祥寺のやつなんやけど。いきなり言うてたね、お前。初めてやから、お前。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもうお待ちかねでございますので、はい、じゃあ早速ね、向こうの収録いきましょう。はい、はい。千原誠一のバズドル with 松井玲奈公開収録スタート。素晴らしいですね。これ喋り出さなかったら3分間ぐらい鳴りやまないじゃないですか、ひょっとしたら。いちいちもう障害するとさ、長引くからさ、はい、テレビ用に後でテロップ入れるからさ。パッパズいかな、俺はよ静岡行きたい。静岡楽屋でずっと新幹線の時間を調べてるんですよ。静岡前乗りやからさ。でも誠二さん、皆さんいらっしゃるんで、みんなで楽しみましょう。いや別におっさん見に来たぞ。今回は結成8年目を迎えるベテラン2組と、先日デビューしたばかり超新人ユニットアットミーを迎え、こんな企画を敢行。最初のコーナー、先輩アイドルが警告、芸能界アイドル界あるある座談会。これさ、これでもやっぱり、はい、俺あのまあ言うてもお客さん入ってるから、ほう、まあまあいつもより抑え気味でいかなかんね。今日は俺あんま喋らんのだから。どう。お前らすぐつぶやいたりするやな。ああ、なるほどなるほど、出ちゃうわけです。すぐ出るから、そんなもん嫌じゃなくて、しょうもないヤフーニュースみたいな。じゃあ抑え目で、政治がアイドルにこんなん言うたとか、誰が欲しいねんその情報みたいな。酸いも甘いも一筋縄ではいかないのが芸能界。アットミーが今後どのようにアイドル界で生き抜いていけばよいかを先輩たちと検証。アットミーの皆さんがなんとですね、2日前にお披露目限定ライブをやったと。でもですよ、なんとチケット200枚が即完売したというアイドルグループでございます。
どこでデビューライブみたいなお披露目みたいなしたの？渋谷のライブハウスです。ちなみにあれだ方はどこでデビューライブみたいなしたの？デビューゼップ？ゼップ？ゼップかな？ゼップです。いやもうゼップじゃないですか。もうもうゼップじゃないですか。ゼップが嫌なんだ。ゼップを夢見て頑張ってるアイドルとかミュージシャンがいっぱいおる中、デビューでいきなりいっちゃソニーやで、やっぱデビューして2日ぐらいでその悩みなんかあるもん。いやもういっぱいありますよ。何があんの？一つは私たちその一昨日デビューしたんですけども、はい、その時のデビューライブで1年後私たちの1周年の時のライブに1000人の集客を得たいという目標を掲げたんですよ。でそれにつながるファンの皆様を獲得するコツとかそういうのを聞いていきたいなって思ったんですよ。1年後のライブに1000人の動員を願うアットミー。果たして先輩たちのアドバイスとは？1000人規模でやんの？いや1000人無理ですよ。ジムラはツアーでどこ？ドーム？ドームも、バースデーライブの時にもやってて、今年の夏は東京だと神宮で 3days やらせていただきます。神宮球場の、はい、神宮球場、はい、3days？ はい。タコでどれぐらい入ろう？3万9万なんで私たち呼ばれたんだろう。乃木坂さんだって言ってみましょうか。でもどっちも3号にならんやん。こっちはもうビッグすぎるし、こっちはしょぼすぎるし、ちょうどのところの人呼んで、ちょうどのところの人。これからです。8年かかって無理やったらもう無理や。そんなことないですよね。これからです。無理や。まず自分たちがその1000人のお客さん来年集まってもらおうと思って考えてることとか、こうやっていこうと思ってることをまず出してください。そしていろいろ判断な、はい、そういうのが分かりやすいやん、はい、それやった方がええでとか、はいはい、簡単ではないファンの獲得。アットミーは今後どのようにして人気を得ていくのか、その対策は？はい、私たちは今生きている人たち の魂を熱く加速させる装置なんです。ちょっと待ってください。バカマジか。ごめんなさい、情報になかったんですけど、バカグループですか、これ。すみません。装置なんです。加速装置。はい、奥回すとそのスイッチが入って。009よ。皆さんのハートを燃え上がらせるような活動していきたいと思ってます。平成の小倉優子。でもキャラ作り大切だと思います。そうなんです、キャラ作り。でもそれ最初の時点で言っちゃダメです。もうちょっと経ってから言わないと、なんかいやこの子普通におかしい子って思われるかもしれないけど。キャラ作ってるの？1年頑張って。そんなん別に何もキャラとかないやろ。初期の頃はそのいろいろ苦戦してたんですけど、みんな一周しました ね。で結局なんか素の状態が一番いいってなって、飾らなくなりました。自己紹介もフラットになりました、はい、だからもう素材がええねんな。塩ってうまいもんな、塩だけで。確かに、うん、お前ら塩化ナトリウムやからな。塩田でちゃんとな、日干しで作った塩や、ミネラルたっぷりや。お前らカスカスや。まだ話聞いてください。おう、なんもないです。とりあえずキャラは作ったら作ったで1年間守れ。いや、その方がいいと思います。私は反面教師とかじゃなくて勉強になります。姉さんが言ってる、ね、勉強になります。それ やめる時期は？そろそろみんなが相手してくれなくなった頃です。それはやっぱでもちょっと芸人とちゃうな。芸人はもうずっとやり続けろっていうのがあるよね。途中でやめたやつが負けっとみたいな。例えば
のギャグとかでも、はいはい、そやけどあの宮迫ですなんて別にやらんでもいいやん。もう今となってはでも本人がもうやり続けるって決めてずっとやってるから見ます。確かにそうやろ。今でもやるやってるの、はい、あれを求めてるやつおらんやん。そんなことない。そんなことない。でも本人がやるって決めたからそういうことで言うとね、あの結構ギャグ自分自身が飽きてしまって途中でやめたやつっていうのはやっぱ失速するわ。芸人さんは続けるのがそうだから RG なんて誰も求めてないあいつの新作ものまでもうストイックすぎるやろあれであれあれ RG なんかモノマネなんかせんでもむちゃくちゃもともと器用やから、楽器もできるし歌もうまいし他にできることいっぱいあるのに、本人が好きやからことで新作モノマネを常に皆さんにお届けするというわけのわからんことをずっとやってるわけ。おお、だからそっちももしかしたら大事かもやね。やり続ける、ハートを強く持つ先輩を見習うのも手の一つかも。加速装置って何なんじゃん。加速装置というのは物体は相対的に加速するとその周りのものは静止したぐらいのゆっくりとした時間になるんです。何言ってんの、アインシュタイン的なこと。私たちが加速させることによってゆっくりとした時間をみんなと一緒に長く過ごしたいっていう意味があるんです。電車の中でジャンプしたら一緒にまた同じ動きをちょっとだいぶ違います。そういうことだ、一緒に動くっていうことちゃうの。違います。皆さんにゆっくりしていただくってことですよね。一緒に加速するんです。ほんな同じこと電車の中のことやな。同じ。やっぱりまた2日目やしにコンプセプトも理解してへんし本人たちが本人結構偏差値的なもんも低いみたいな感じ。トークはまだまだ改善の余地がありそうな彼女たち。さらに今コンセプトがしっかりしてるみたいに言われてたんですけど、うん、一応どこまで突き詰めているのか、名前とかいろいろ年齢とかも公開してるのかとか、うん、そういうところをちょっと聞いて。ちなみに、このビッグチームのこの方々は、はい、あの年齢とか公表してるんですか。してます。出身地とかは行ってます。それはあの嘘じゃなくて本当です。本当です。嘘ないです。名前もみんな本名。本名です。どうなんですか、アトミーの皆さんは名前とか年齢は。私たちは年齢は公表してない。公表してない。正解。そんな関係ないもんな。出してますね、最初から。いくつ？私が今年23で、私が20歳で、18。14からやってんの？13歳から。どこ出身？広島です。広島の13歳にしたらすごいな。自分の根も出なかった。なんていう名前？和田マーヤです。和田マーヤ、はい、本名です。最近は広島って多いな。多いですね、いろいろと。ベビーメダルも広島やろ。お姉ちゃんわ、嬉しい。お姉ちゃんだ。広島トークしたって。私も実は広島出身で、スーメタルのスーメタルのお姉ちゃんな。嬉しい。スーメタル引っ越したです。スーメタルですやろ。大好きじゃないですか。 DATH ですよ。その輝きでバズドルやってもらわないか。全然初めて見た。キラッキラしてますよ。初めてバズドで見ました。前のめりになって。立つんだと思って。あ、なんか今日は来てよかった、ありがとう。そこでスズメダルだった。お前だろ。俺も弟一応ジュニアやしな。なんだあんたこういうの。お前ら兄弟誰かいない。何にもやろ。誰かいない。あーダメだ。ベビーメタル、スーメタルのお姉ちゃんにこれまでにないテンションの聖人兄さんですが、ここで本題。少年ウイヤスク、学なりがたし、時が経つのはあっという間ですが、今後アットミーはどうすればよいのか。でもめちゃくちゃ早いの、8年だとあっちゅう間やろ。あっという間でした。4年、5年なんてもう一瞬やろ。そうですね。ほんまにもう加速装置言うてる前ちゃうで。芸歴
装置ですよね、もう超加速装置だから芸能界に。ここからは10組のアイドルたちが参加してこんな企画をお届け。